はい。ん？はい。いえ。おい。しばらく寝てろ。行きましょう。おい。おう。おい。行きましょう。キリュウさん、この先ね、着いたわ。
何？はあ？おい。いや。いや。うん。おい。え？はあ？はあ？え？はあ？
ついてきて。
おい。ええ、
Come on!
Yeah!
伊達さん。キリュウか。あのキリュウ。カズキ。キリュウさん。これはどういうことなんだ。俺にも説明がつかねえ。カズキを追ってきたらこの二人が立っていた。私が本物です。こいつらに監禁され、気づいたらここにいたんだ。デタラメを言うな。お前が俺を脅してここに連れてきたんだろうが。どうしてここへ来た。午前1時にここに来るように呼び出されたんだ。なんだと。やはり罠だったか。どうやらそうらしいな。何の真似ですか。カールさん、俺たち3人をここにおびき出したのは偽物の方だ。そいつはスターダストで細かい芸をして俺たちをはめた。俺は違う。黙れ。手顔なめんじゃねえ。なりはそっくりに真似られても声だけはどうにもならねえんだ。店の中で聞いたお前の声が耳の中に残ってんだ。正直に言え、どうして俺たちをここにおびき出した。何を言ってるのかさっぱりわかりませんよ。とぼけんな。お前の裏でこの筋書きを書いたのは誰だ。やめろ。あんた、また俺の前で人を殺すのか。勘違いすんな、誠。こいつはお前の知っている和樹じゃない。組織の構成員だ。証拠もないのにどうしてそんなことが言えるんだ。勘だよ。なんだと。あんたは刑事の勘で人を撃つのか。刑事の勘なんて甘ちょろいもんじゃねえんだ。食うか食われるかの修羅場をいくつもくぐり抜けてきた俺には分かるんだ。こいつの体から血生臭い匂いがプンプンすんだ。あんたはどうかしている。来んな。カラさん。カズキ。キリュウ、昨日電話でここにお前を呼び出したのは俺だ。お前が。大吾はどこだ。死んでゆく人間がそんなことを知っても仕方がないだろう。俺たちを殺すためにここへおびき出したんだな。やっとわかったのか。ここであんたたち4人は殺し合って死んだ。これが筋書きのエンディングだ。4人だと。どうして俺たちが殺し合う必要があるんだ。結末さえあれば筋書きはどうにでも作れる。そういうもんさ。今だ。撃て。迷うな。撃つんだ。遺跡。神。守護だ。銃声がしたから駆けつけたのよ。逃げるぞ。どうして逃げるの。これは正当防衛じゃない。いや、これには裏がありそうだ。身をかわした方が賢明だ。表に出るぞ。あ、
なんだって？何？大怪我をしてる。頼む。カーラさん、それにお前。すまん、至急治療してほしいんだ。どうしたんだその足。俺よりそっちの方が重傷ってる。何をやらかした？銃で撃たれた。この男確かカムロ町で有名なホストじゃないか。早く処置しなければ危険だ。手術室に運んでくれ。少し時間がかかりそうだ。理由は聞かねえが、もし追われているのならあんたら二人はよそで身を隠してた方がいい。ここにいたら目立つからな。分かった。
行くぞ、桐生。いらっしゃいませ。ありがとうございました。久しぶりだな、マスター。キリュウさん、この町に帰ってきたんですか。まあ、どうぞ。一年前を思い出すな。ああ。何にいたしましょうか。マスターに頼みがある。じゃあお前は堂島大吾を助けるために天のビルに来たってわけか。ああ、だが分からないのはなぜ俺たちを始末しようとしたかだ。いや、和樹は俺たちをおびき出すための餌だ。俺たちの存在が邪魔な連中、俺たちに共通するもの、はあ、分からねえ。仕組んだのはおそらく大吾と合田会長を拉致した海外組織だ。海外組織？府警の別所という刑事がそう言っていた。別所？知ってるのか。昔カムロ署の4課にいたんだ。カムロ署に？俺が新米の頃はカムロ署の4課の看板だった。さっきの河原のおっさんとは同期でな。マムシの別所に鬼瓦っていや、カムロ署と警視庁のエースとして有名だった。そうだったのか。伊達さん、あの河原って刑事に俺の前で人を殺すなと叫んでたな。ああ、俺は今でもあの人を許すことができねえんだ。何があったんだ。俺が一課に入った頃、もう15年以上前のことだ。
警視庁に入ったばかりの俺は当時一課の班長をしてた河原さんと組んで不法入国者の捜査をしていた。目的は殺人事件の容疑者との接触だった。あの頃の河原さんはノンキャリアにもかかわらずやり手のデカとして有名だった。俺はそんな河原さんから捜査のコツを盗もうと自分から申し出て現場へ同行した。だがそんな河原さんへの尊敬の思いは一瞬にして吹っ飛ぶことになった。どうしたんだ。河原さんは捜査に抵抗する不法入国者に向かって次々と銃を発砲したんだ。相手の抵抗も激しかった。だが俺たちは警察官だ。よほどのことがない限り撃つことはしねえ。でも河原さんは容疑者に向けて次々と発砲した。相手の男たちは。ああ、当然死んださ。河原さんが殺したんだ。俺は問い詰めた。容疑者とはいえなぜためらうことなく殺せるのかと。そしたら河原さんはこう答えた。しょうがねえじゃねえか、こいつらが悪いんだってな。その後も河原さんは不法入国者への発砲を何度となく繰り返したが、その都度正当防衛として処理された。しかし殺人デカと陰口を叩かれるようになり、ついに河原さんは一家から外された。そんな過去があったのか。未だに撃たれた男たちの死に際の顔がまぶたに焼き付いてる。河原って男には何か深い傷がありそうだな。俺もそれは感じるんだが、本人に聞いてみても何も言わない。だがただの外国人嫌いとも違う。俺はな、桐生、和樹を撃っちまったことより河原さんを止められなかったことを後悔してるんだ。だってさ、あのおっさんが抱える深い闇、俺はそれを理解してやることもできやしね。口じゃ悪く言ってても河原さんのことを気にしてんだな。まあな。取らせやがって。
女のくせにタバコか。うるさいわね。本庁の公安部だかなんだか知らないけど、えばらないでよね。何よ。あんまり強がんな。少しは女らしく生きろ。どういうこと？あんた府警四課の主任なんだってな。どうしてそれを。あ、さっきビルに落ちてた。これが現場にあったらヤバいと思ってこっそり拾っておいたんだ。銃を撃った時にでも落としたんだろう。とんだヘマだな。まあ無理もねえさ、あんな状況じゃな。あなた自分は撃たれていたのに冷静なのね。ああ、俺にとっちゃあんな状況は慣れっこさ。そう、やっぱり本庁の人間は場数が違うのね。そんなことねえさ、俺が特別なだけだ。本庁も府警も関係ねえ。あんた女のくせしてなんで四課なんかでデカやってんだ。別にいいじゃない、あなたには関係のないことだわ。遅くなったな。本当に遅いわよ。カールさん、あんた大丈夫なのか。ああ、なんとかな。カズキの容体は。まだ手術中よ。中の様子はわからないわ。ちょっと、なんだお前らは。出の身感じるにゃ。おい、ケチャニャ、いろな、壊れはった。お前ら誰だ。アニャ、ニャさん感じるか。アニャ、お前ら海外組織の連中か。待ちなさい、警察よ。あんたたちここに何をしに来たの。ちょっと待て。なんだ、うるさい連中だ。日本語喋れるんじゃねえか。ならなおさら許せねえな。お前らに用はない。俺はあるんだ。何？目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。なら殺すまでだ。死ね。
さすがに強えな。お前ら誰に頼まれた？やめろ。次は本当に当てるぞ。いえ。韓国의조직진관파。なるほどな。なんて言ったんだ。手回しが早いな。非常警戒網が敷かれたのよ。ここはまずいな。話は後だ。伊達さんが待っているバーへ行こう。あ、帰ってきたな。ああ、マスターは？ちょっと出かけてる。それにしても随分遅かったな。その代わりいいネタが仕込めたぜ。どんなネタだ？病院で和樹を襲ってきた二人組を捕まえて組織の名前を吐かせた。真剣派？韓国語で真という字は仁、剣は言、ハっていうのは派閥って意味でパと読む。まあ日本じゃハっていうのが普通だがな。
神言派、韓国の組織か。間違いねえ。聞いたこともない組織ね。まあ知らなくて当然だ。日本のヤクザと違って韓国系の組織はマフィア化している。表立ってダイヤモンを掲げるような真似は絶対にしない。組織の名前も単なる呼び名でしかない。奴らにとっちゃ名前なんかどうでもいいのさ。大切なのは鉄の結束、それだけだ。じゃあ大吾と郷田会長を誘拐したのもその神言派か。ああ可能性は高いな。けどよく韓国語が分かったわね。昔ちょっとな。ここも危ねえようだからそろそろ場所を移そう。どういうことだ。どうやらここにも刺客の手が回っているらしい。本当か。マスターの様子がおかしいんだ。そわそわと出たり入ったり、どっかに連絡したりな。それに。それに何だ。彼女のことを探してるみたいだ。私を。この写真がカウンターの中にあった。なぜこの写真が。ここは俺一人に任せてくれ。マスターに確認する。お前は伊達さんと河原さんをせれない。分かったわ。あれ桐生さん、お戻りで。マスター、この写真は一体何だ。それは。なあマスター、俺は1年前からあんたのことを知ってる。だからできれば争いはしたくねえんだ。理由を聞かせてもらえないか。いや、それは。誰に頼まれたんだ。いや、マスター、もう後戻りはできないっすよ。俺らはやるしかねえんだ。桐生さん、俺たちのために死んでくれ。頼む。許してください。この辺りの店は1年前の事件で客足が減って、みんな借金を抱えてしまって。闇金に手を出したのか。銀行が相手にしてくれなかったので、つい毎日返済に追われて困っていたら、
急に借金を全額肩代わりしてくれるって人が現れまして。誰が肩代わりすると言ったんだ？戦国組という組織の人に言われました。それでお二人の写真を。つまり懸賞金がかかってたってわけか。そうです。私は迷った。でもやるしかないところまで追い込まれてました。ですからもういい。え？1年前の騒ぎは俺の責任が大きい。でも全ての型は俺がつける。あと少し待っていてくれ。だからマスターはこの場所でいつも通り客にうまい酒を楽しませてやってくれ。キリュウさん、毎日同じ場所に同じものが待ってる。それがこの街じゃ心の救いになるんだ。だから店を捨てないでくれ。はい。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。いや、お、
ああ、帰ってきたか。やはり裏で糸引いてたのは近江の誰かだったの？ああ、戦国だ。マスターたちは金で追い込まれたらしい。そう。はあ、どうしたんだ、何かあったのか。義勇、ちょっとヤバいことになっちまった。さっきの天野ビルの一件、どうやら俺が容疑者になっちまったらしい。どういうことだ。警察の監視カメラに誠が撃った瞬間が映っていたらしいんだ。どう見ても伊達が撃ったようにしか見えん。これは何かの間違いです。これは現場にあったものだ。鑑識で伊達の銃のものと判明した。何度も申し上げる通り、彼は我々の極秘捜査に協力してもらっているもので。元刑事とはいえ、銃の携帯などを許せるはずはなかろう。おっしゃる通りですが、彼の協力がなければミレニアムタワーを爆破させた組織を特定するのは難しい状況でして。君らが追っていた組織とは何なんだろうね。人言派です。人言派？何を言ってるんだ。人言派はとっくに壊滅したはずだ。いえ、公安部が半年前から内定していたところ、その残党がまだカムロ町に潜んでいることが分かったんです。確かな情報なのか。ええ、我々がマークしていたスターダストというホストクラブのオーナーはその可能性が高かったのです。なぜ公安部は正式な捜査を行わなかったのかね。和樹は用心深く頭が切れます。そこで倉橋課長から和樹と親しい伊達さんの捜査協力要請があったんです。事情は分かったが、このような結果になってしまったんだ。伊達を逮捕するほかなかろう。逮捕？これが公になってみたまえ。元刑事のスキャンダルとしてマスコミの格好のネタになるだろうが、すぐに伊達の身柄を拘束する手続きを取る。待ってください。現時点をもって本捜査の指揮権を捜査一課へと移行。人言派の事件においても同様だ。公安部も四課もこれ以上の手出しは無用だ。分かったね。はい、分かりました。以上だ。
倉橋課長。分かっています。伊達さんのことは私にも責任がある。いい方策を考えてみます。ビデオに映っているのはほんの一部じゃない。そんなことは幹部の連中にはわからない。だとしてもビデオに映っていただけでどうして容疑者になるのよ。今この町で起きた事件は全てビデオで検証することになってんだ。あの男を射殺したのは私よ。銃を提出して証言するわ。よせ。元刑事とはいえ一般人である誠を使って極秘捜査をしていたことは事実なんだ。それに現場には誠が撃った銃弾が残ってる。お前の銃弾はもみ消されちまうだろう。花屋が撮ったビデオが証拠になってるのか。おそらくそうだろう。こうなったらとことん人言派の動きを追ってやる。だがこのままカムロ町にいたら逮捕されるのは時間の問題だろう。一旦離れた方がいい。これからどうするつもりだ。大吾の居場所を探し当ててそこから人言派を探ってみる。どうやって。こうなったらあいつを頼るしかない。花屋か。ああ、何か掴んだら連絡する。時間食っちまった。どっちまで行かない。それでは出発いたします。
行くわよ。もうすぐよ。しばらく寝てろ。行くわよ。もうすぐよ。ここにあるのね。ああ、ここの50階。エレベーターは向こうだ。久しぶりだな、キリュウ。地下の次は堂々と高層ビルの中に設備を持つとはな。まったくあんたがやることにはいつも驚かされるぜ。綺麗なお嬢さんだな。こう見えても府警四課の刑事だ。瀬山薫さんだね。どうして私の名前を。高専在学中、20歳で国家公務員2種をパス。人事院からの推薦を受け、卒業後府警に準キャリアとして採用される。その後は配属先を4回と移し、今年の4月最短の4年というキャリアを経て警部補へ昇格。同時に4課主任へと就任する。通称ヤクザ狩りの女だったかな。どうしてそれを。ふん、あんたたちがカムロ町に入ってからの動きは大体知ってる。その間にちょちょっと調べておいたのよ。さすがだな。まあな。じゃあ俺たちがここに来たわけも分かってるのか。ああ、大体察しはつく。堂島大吾の件だろ。そうだ。俺は大吾を誘拐した奴らに言われ、天野ビルへと向かった。そうしたらあの総統か。妙な事件に巻き込まれちまったな。伊達さんの話だと、
警視庁に証拠のビデオを提供したのはあなただと言ってたけど。確かに。だがあれは運が悪かった。映像の角度的に伊達と和樹しか映ってなかったんだ。それで伊達さんは容疑者になってしまった。そうだ、悪いことをした。え？どういう意味？もし俺が確認してたら、あんな情報量の少ない映像を証拠として提供しなかったってことだ。言い訳になっちまうが、あれは俺がいない間に警視庁に流れちまったのよ。つまりどういうことだ？どうやらネズミが入り込んだようなんだ。スパイってこと？まだはっきりは分からんが、例のここのビルの爆破も通常なら事前に察知できたはずなんだが、肝心の情報は全く俺のところに入ってこなかった。あなたの目を盗んでモニタリングをしている人物が内部にいるのね。ここは24時間体制でカムロ町の様子を監視している。だが当然俺がいない時間帯がある。その気をついて誰かが小細工したとしか考えられん。誰がネズミか見当はついてるのか？いや、ここで働いている連中は全員がサイの河原にいた古い付き合いの者ばかりだ。そう簡単に裏切るとは思えんのだが。ボス、例の男を発見しました。メインモニターに回せ。大悟なのか？そうだ、あんたがここに来ると思って先に手を回していたのよ。場所を特定しろ。太平通りです。ビルはどうしたんだ？停電です。原因は？どうやら変電室に異常が起きたようです。非常用システムで対応します。このビルの電気は全て変電室から供給されているんだ。ボス、変電室に侵入者がいます。今モニターに移します。何者だ？何人いるんだ？8人です。この部屋はどこにあるんだ？このビルの地下実家が退治してくれるのか？ああ、何としてもダイゴの居場所を知りたいからな。
これで8人目ね。ああ、最後の一人だ。お前はキリア、おとなしゅうその子を渡したってな。我ほどの男をこないなところで殺しとうないんすわ。おい、やれや、ぶち殺したれや。誰？近江連合の林って男だ。近江？なんでお前がこんなことをしてんだ。わしは今龍二さんの下に行ってまんねん。直接近江とは関係あらしまへん。何？それで俺たちを妨害しようと？わけはよう知りまへんわ。ただここの変電室を壊してこいって命令を受けただけですね。思い出したわ、1年前の事件後、近江の幹部リストから林って男の名前が消えたの。どこに行ったのかと思えば合流会にいるとはね。我もしかしてヤクザ狩りの女とか言われたる手じゃんでっか。府警四課の佐山だよ。おお、そないなお人がヤクザ組織の元組長さんと一緒におるとは意外でんな。なめたこと言わないで。あなたのしていることは住居不法侵入、器物破損、もしここで抵抗したら公務執行妨害、罪は重いわよ。ふん、脅しでっか。そないなもん命捨てたわしじゃ通用せえわ。なんだと？もう近江連合の林いう男は死んだんじゃ。わしは龍二さんに天下取らせる、そのためやったら刑務所だろうがどこでも行っとるやないけ。Shit!
林のような幹部衆まで合田隆二は取り込んでいったとはね。ああ、それだけ敵も本気ってわけだ。さあ、これで電気は戻ったわ。よし、上に戻ろう。ボス、システムが復旧します。よし、電源を入れろ。堂島大吾の居場所を移せ。はい。誰かにハッキングをかけられています。何だと？どうした？何者かがシステムに侵入して妨害しているんだ。これも合流会の仕業か。状況から考えるとおそらくそうだろう。くそ、早い。これじゃ対応できん。代わって。え？早く。なるほど。あいつ。すごい。さすがだな。さすが？なんだ、お前知らなかったのか。あれが狭山って女刑事の本職だ。本職？俺の調べたとこじゃ、奴は高専時代にプログラミングを極め、
その技術が買われて府警へ入ったらしい。当時生活安全部が新設したハイテク犯罪対策のエンジニアとしてな。ハイテク犯罪対策？ああ、つまりインターネット関連の犯罪を取り締まる内勤の捜査員ってことだ。佐山は国家西上がりの準キャリア、専門職として採用されたその道のエキスパートなのさ。じゃああいつはなぜ四課に？配属後すぐに本人の強い希望があったらしい。最初から彼女の目標は四課に行くことだったんだろう。そこまでして四課に？まあ俺が知ってるのは佐山の来歴だけだ。人の心の奥までは覗けねえからな。相手もかなりやるわね。よし、行ける。大したもんだ。堂島大吾の居場所が分かりました。どこだ？太平通りにある桃源郷という店の一室です。桃源郷だと？知ってるの？ああ、1年前に行ったことがある。世話になったな。さっきの騒動で俺たちが居場所を突き止めたことが向こうに漏れてるかもしれん。わざわざ大吾をこの町に連れ込んだのも俺をおびき寄せるための罠に違いない。そう思っていた方がいいだろう。くれぐれも気をつけろよ。ああ。元ヤクザに四課のデカ、不思議なコンビだ。